今日完成させて送ります。はい、皆さんおはようございます。セノンです。緊急企画の母の日カーネーション作りなんですけど、今日は花の方今日中に終わらせて急いで、郵送したいと思います。はい、じゃあ早速始めていきます。その前に、グダグダ編み図、分かりづらい編み図でございます。申し訳ありません。ここ2つ鎖4目でピコッと出てるんですけど、ここですね。ここに今、赤い糸で糸をつけていきます。3目で立ち上がって長々編み4つですぐ隣につけて4つ編んで、終わったらこの上を尻尾編みで渡します。こっちまで渡ってきます。でここから上に上がって長編みと鎖でちょっと、このひらひらの土台になる部分ですねを作っていって、こうひらひらを作っていきます。でそれが終わったらまた別に糸を付け替えて、今度ここですね、おそらくこの尻尾編みとこの土台のところに隙間が空くので、ここにちょっと立体的に同じような花びらをつけていって終わりにしたいと思います。はい、時間がないので早速始めますよ。目を作っておいて、でここだな、ここに入れて、編みを編む。で長々編みにするので3目かな、長々で、長々編みも変形と言いますか、1本取ってからの2本ずつにしたいな。絶対最初のモチーフよりも2回目の方がうまくいって、2回目よりも3回目の方がうまくいくと思うんですよ。なので綺麗にできた方を夫のお母さんの方に送ろうかな。ただでさえ嫁点数はですねマイナス500点ぐらいのダメ嫁なので、こんな感じかな。こういう土台がこうできて、でぐるっと回したいな。ぐるっと回して尻尾編みして真ん中で1回細編みして、もう1回尻尾編みをして、でここで引き抜いて、でこっからくるっとしようかな、くるっとして2目編んで、尻尾編みって線が3本できるんですよ。3本できるうちの上の2本だけ取って長編みで3目編んで長編み3目編んで、いいのかな、で3目編んで、土台の細編み3目編んで、尻尾編みのところに長編みを
げて、また3目鎖編んで、かゆい。よいしょ。で、長編みを編む。おー。で3目編んで、で下に戻る。で、でくるっと回して2目で立ち上がって、この土台のとこにお花を、花びらか、花びらを入れていく。一つの空間に花びら2枚かな。細編みを2、あ、じゃあ鎖編み2つして、長編みを2つして、鎖編み2つして、細編みで閉じて、で同じように隣の空間にも細編みを1つで、鎖2目編んで、長編みを2つ。で、隣のここに細編み編んで、真ん中はちょっと狭いと思うので、この鎖2つ編んで、細編みを2つ編んで、鎖2つ編んで、細編み。そしたらもう次隣のところに、真ん中の空間には1個ずつしか花びらを入れないってことにしたいなと。本当にごめんなさい、私手、なんだろう、正式な親の修行を一切していないので、自分の経験をもとにこんな感じかなという編み図でしかないです。で鎖2つのここで、よいしょ、細編みして終了。でこれで土台になって、でこの上に、おそらくどこにやったんだ私、こっからここ行って、ここ行って、ここ作って、ここ行ったんじゃないかなっていう風に、立体的なモチーフを、モチーフっていうか、さっきの花びら同じ編み方なんですけど、ここにつけていった。でそれで終わりになるのかな。まあとりあえずやってみましょう。一回切る。はい、ここの下の穴からこっちに向けて出した気がする。取ってきて、細編みで鎖を2目編んで、ここの中に、よいしょ、長編みを
です。はい、これで半分ができました。ね、もう一つ、もう半分頑張りましょう。はい。一体の花びらをつけました。うまくできたかな。ほうほう。でちょっと形を整えて、で糸の始末をして、後ろにピンつけて、これね、ピン、これね、後ろにピンつけて、で軽くパッケージして送りたいなと思います。うわうわ、もう皆さん何事も余裕を持ちましょうこんなことになりますよ本当にね。毎年ね、毎年決まったお花をいつも送ってたんですが、今年はちょっと別のことをなんて軽い気持ちで考えてやめてたんですよ。予約するのすっかり忘れてた。やばいやばい。はい、じゃあこれをもう今から頑張って下処理して完成させて送りに、郵送しに行きたいと思います。それでは皆さん、また明日。明日はあの朝日もバックに戻ります。はい、じゃあそういうことで、じゃあ。